さあオリックスですけども、今年のねオフ、皆さんどうですか。いろんな情報が出てきておりますけども、今回ですね、ご紹介するのはオリックスの契約更改ということで、ここからですね、時期も12月に入ったということで、今年も残り1ヶ月というわけですけども、主力たちのですね更改がバタバタと開始するんじゃないかなと思います。そんな中、今日ですね若月健也選手の契約更改が、発表されましたということで、年俸3800万から1000万円アップの4800万円単年契約ということで、今回はですね若月健也選手のこの単年契約についてですね、深くお話をしていこうかなと思います。まずね、今年に関してはやっぱ由伸とのバッテリーということで、去年もですね最優秀バッテリー賞にも選ばれましたから、ここはですね山本由伸とのキャッチャーとのコンビっていうのは外せないですよね。しかも今年に関しては打撃も、調子が良くなったということで、打率が2割8分1厘、ホームランが4本、 OPS も7割台ということで、非常に素晴らしい打撃でも貢献をした選手ですけども、伏見選手に及ばず68試合の出場にとどまりました。そんな中でも球団からの評価としては、吉野がね登板するこの負けられない試合でもよく頑張ってくれたということで、要はね絶対にこう勝ちたい、負けられないこの試合の中で吉野と、バッテリーを組んで、よくぞチームを勝たせてくれたという評価をしているというわけでございます。まあね、若月選手といえばやっぱ守備が非常にこう鉄壁絶品ですから、ここがね評価をされた上で、バッティングの方でもね、特にこの得点圏のところでしっかりと打ってくれたと評価をしてくれたそうです。もちろんですね、こんな評価しないわけもないですから、もっともっと評価をしてください。はい。そして来年の抱負としてはですね、やっぱ森友哉選手がですね加入をするっていうのが若月選手としてはものすごく大きい出来事ですよね。なので、打ってもそして守ってもすごくいい選手なんで、しかも同い年ということですから、それは自分が一番分かってると。はい。なのでいくらでも食らいついて、ただやっぱ食らいついてちょっとでもね試合の出場を増やしていけるように、頑張っていきたいというふうに言ってました。そんな中ですね、今日ご紹介するのは、契約更改ということで、主にね1000万円アップの4800万円、そして単年契約の意味について、お話をしていこうかなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。なんとなく察しがついたんじゃないですか。単年契約かと見た時にはもう、英語の2文字が僕はちらつきましたけども、キャッチャー陣の年俸ですね、今年で見ていっても、例えばね日本ハムに移籍をした伏見選手もおそらく正捕手として FA なんでね待遇されてると思いますよ。なのでやっぱ年俸は1億、森友哉選手に関しても5億ということで、移籍前 FA っていうのも抜いたとしてもですね2億1000万、伏見選手はね4500万で併用という形だったので、絶対的なキャッチャーのレギュラーという形ではなかったです。そんな中若月選手は4800万円ということで、もちろんね FA で森選手獲得しといて正捕手と同等の提示っていうのはできないですよね。しないから森選手を獲得したのであって、ここは分かっていたところなんだと思うんですけども、若月選手に対してはやっぱり第二捕手のところまででしかマックスでも提示はできないのかなと。そういう面で言うと、僕含めてですね森友哉選手が加入をした、めちゃくちゃテンション上がりました。大歓喜に包まれましたけども、一方で若月選手の FA っていうのもちらついた人はたくさんいるんじゃないでしょうか。なのでそうなってくると、気になるところで言うと若月選手をやっぱり B ランクに設定するのかどうか、このあたりね人的保障の対策としても考えているのかどうかも注目ですよね。この間更新しましたけど、山崎幸也投手もですね、このまま行くと今のところ B ランクですけど、宗選手も宮城選手も上がっていくと、 T さんの減俸というのも込みでもおそらく C ランクに漏れるんじゃないかなっていう話だったので、若月選手もですねこれはもう C ランク行きそうだなと。人的保障、金銭保障なしの増えっていうのが来年可能性が非常にあるということですよね。でオリックスのキャッチャー陣としてはこれまでね、今年まで、伏見選手、若月選手、頓宮と、この伏見若月の併用性に加えて3番手に頓宮ということでね、どうしてもオリックスといえば強固な投手力、先発陣、リリーフ陣って言われがちですけど、それと同じぐらい強みだったのがこのキャッチャー陣の層の厚さですよね。はい。伏見若月、頓宮ってね、特にこの前2人に関しては他の球団でもね、レギュラーとしてなっててもおかしくないですし、実際伏見選手はレギュラーとして日本ハムに招かれたわけなので、そういうことで言うとオリックスのキャッチャー陣がこの森選手の加入によって質が変わっていくということですよね。はい。で問題はオリックスのフロントがですね、複数年契約をしなかったのか、それともできなかったのかによりますね。これに関しては本当に我々外部のファンには
わからないところなので、なんとも言えないんですけども、移籍を若月選手が熱望するとしたら、理由は一つ、やっぱり出場機会だと思いますよ。今日の、契約更改の時にも言ってましたけど、一試合でも多く出られるように頑張りたいというふうに言ってました。まあ、奥さんのですね、こう働き場所が関東だということで、今若月選手がね、単身赴任をしてるっていうような声もありますけど、一方で、奥さんは奥さんで、もともとオリックスファンというね、若月選手を付き合う前からオリックスファンということもあるので、このあたりね、まあ、地元が埼玉ということもありますから、移籍しそうやし、残留しそうやしということで、意見が真っ二つに分かれているわけですけども、まあ、若月選手といえば、抜群のやっぱ守備力ですから、他のチームだったらね、正捕手としてですね、招かれる伏見選手の今年のような感じでですね、鳴川の姿勢も十分あり得るわけですよね。なんて言ったって27歳にもかかわらずですね、通算653試合にマスクを被ってるということで、これね、12球団のキャッチャー陣で、どれぐらい出場数が多いのかなと思って見てみたところですね、27歳時点での出場数、バット12球団ランキングで、若月選手より多い選手、そして少ない選手を1名ちょっとご紹介しようかなと思います。まあ一番多いのがね、住谷選手楽天ですけど、その後ロッテの田村、ヤクルトの中村選手に次いで若月選手は4番目に、まあ、出場機会が多いと。DeNA の伊藤選手もわずかながら若月選手に劣るという感じでしたけども、まあこのね、経験値がすごく変われてますから、オリックスとしてはですね、やっぱりどんどん出していきたい。けど、やっぱバッティングの面でね、まさかの穴も埋めたいということで、やっぱりまだまだ打つ方がしんどいですから、チーム全体で。まあ、そういうことを考えるとですね、オリックス森友哉選手をこう獲得したということで、限りのあるこの出場機会の中で、いくら挽回しても、正捕手というのはちょっと難しいのかなと思うわけでございます。しかもですね、今年はオフにですね、日本ハムとトレードで石川遼選手を獲得しました。兼ですね、伏見選手のこう対策という意味でも取られがちなんですけど、もちろんね、そうです。もちろんその意味合いも強いですけども、着々とこの若月選手移籍に向けた準備っていうのもなんかやっていそうだなっていうふうに思うわけですよ。まあ、正捕手はね、森友哉選手ですし、2番手がトング、そして3番手に2年目の福永選手を持っていって、4番手に石川選手ということなので、まあ、若月選手がいなくてもキャッチャー陣のメンツは揃っているということなんですね。はい。なので個人的な予想としては伏見選手が僕はオリックスに残留をして若月選手が移籍するのかなと思っていたんですけども、伏見選手がね日本ハムとこう交渉しててオリックスを出るのかどうかみたいな話の時に、まあ、伏見選手が出るということは、まあ、そのままですね若月選手も出るんじゃない。で伏見選手が残ったとしても若月選手は出るんじゃないかということなのでどっちにしたって若月選手は僕はもう出るもんだと思ってるんですけども伏見選手は年齢的にね残留してくれそうだったのでダブル流出っていうのはちょっと厳しいなということでございます。まあオリックスもね、残留申請してるっていう風に伏見選手と交渉の時に言ってましたから残念な結果ですけども、じゃあ森選手獲得しなかったかっていうと全然話は違います。もう獲得はもう大成功、はい、なのでここも仕方がない部分ですよ。でもっと気になるのがですねオリックスの将来の正捕手はどうすんねんということですね。これね森友哉選手との、まあ、契約が2026年のオフまではもう絶対にあります。そうなってくると、この4年の間のいつ確保すんねんっていうことですね。はい。今年ですか？来年ですか？それとも再来年ですか？わかんないですよ。確保した選手がちゃんと体制するかどうかなんてわからないので、まあ、オリックスのね、これまでの傾向を見る限りは、指名し出すと止まらないっていうね、その次の年もめっちゃ指名するっていうのがありますから、なんかね、どんどん指名し出したら、こう、2、3年確保してもおかしくないのかなと思うんですけども、いかんせんですね、やっぱ大学のキャッチャーの評価の低さっていうのは、今年のドラフトを見ていてもすごく分かりましたよね。例えば、世代ナンバーワンのキャッチャーと呼ばれてた名城大学の野口選手はまさかの指名漏れということで、まあおそらく本人がね、縛りをしていたっていうこともあると思います。なんか2位縛りって言われてましたけど、それでもですね縛られても、取りたいと思えるような逸材と思われていたんですが残念ながらそうではなかったと。そして僕が個人的に予想していた、大学ナンバーワン右打者なんじゃないかと思っていたですね東院横浜大の吉田健吾選手はソフトバンクから6位で指名をされました。はい。伏見若月とね FA 権取得が来ているにもかかわらずキャッチャーの指名ってことはしてこなかったわけですよね。もういつ指名すんねんということでございます。はい。まあ当初の予定としてはですね2020年に内山選手を指名してこの2人のね FA に備えようとしていたのかもしれないんですけど実際問題それ取れなかったわけなんでね一体どうすんねんということです。そうで高校生のキャッチャーは横浜 DeNA ドラ1の松尾選手に始まってドラフト4位を2名指名してますからこのあたりどうなってくるのかが
かわからないんですけども、2019年ですね、ソフトバンクの海野、そしてロッテの佐藤俊也のようにドラフト2位で指名をされるケースもありますし、2021年のソエブのですね、古賀選手のようにドラフト3あたりでですね、指名をされるっていうこともありますけども、大学生は非常に読めないわけですね。なのでこのあたりね、いつ高校生なのか大学生なのかを指名するのかっていうのはすごく注目をしているんですけども、この契約更改によってですね、そのあたりまで妄想が膨らみましたという話でございました。ということで今回の動画ではですね、今日、若月選手が契約を更改をしたということで、単年契約、しかも C ランクということで、サチアの時と同じです。来年のオフ FA で争奪戦が起こるんじゃないかという話でした。特に西武とかは森選手がガッと抜けてますし、 DeNA もね、松尾選手こそ獲得しましたけど、それまでのつなぎという面では獲得してもなんかおかしくないのかなというふうに思ったので、ぜひ皆さんここのあたりについて思うことございましたらコメント欄の方に残していただけたらと思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。